女神ウェブで注文しています。だってアマゾンでさ、2回注文したんだよ。そしたら2回ともさ、注文していただいた時にはあったんですけども、もうなくなっちゃいましたからキャンセルさせていただきます。ステレオマイクロフォン AT9901 オーディオテクニカ。いいですね、この小さなポーチ。マイク本体は左右に分かれたセパレートでステレオに対応です。ピンマイクにしてはずっしりとしたオーディオテクニカさんらしいこの出立ち。そしてこのサイババもセットになっています。これ見てください。通常の2ピンになってますね。以前購入したこちらのピンマイクは1ピンですね。モノラルですからね。スタンド型のマイクロフォン、こちらの方はステレオでやはり2ピンと。以前ご紹介しましたインアウトのセパレーターですね。これは iPhone とか iPod Touch 用に作られています。こちらの方は4ピンと。 iPod Touch 単体で録画して iMovie で編集して直接 YouTube なんかにアップするとね、右の音しか入らなくて左の音が非常に小さいか、もしくは入ってなくねえかというぐらいのレベルなんですね。それをですね、解決するためにはやはり外部マイクもいるだろうし、ちょっと離れたとこから集音性高めたいっていう時にもね、外部マイクはやっぱり欲しいと。で、それぞれのですね、録音状態をちょっとこれから試してみます。こちらをまず挿して試してみます。挿します。ただいまマイクのテスト中。スタンド式のマイクを挿して試してみましょう。2、1、カチ。ただいまマイクのテスト中。ではいよいよこちらのですね、オーディオテクニカさんでやってみましょう。はい。では、この4ピンくんを挿したバージョンもちょっと試してみましょう。4ピンくん経由でモノラルのマイク、ピンマイクで試してみてます。ただいまマイクのテスト中。4ピンくん経由でオーディオテクニカさんを試してみましょう。ただいまマイクのテスト中。驚くべき事態ですね。今まで私は iPod Touch にこれを繋いでみたり、これを直接繋いでみたりして、録音してる気分になってましたけども、直で2ピンや1ピンを繋いでもですね、全くマイクとしては機能してなかったということが今わかりました。弱すぎるから。オーディオテクニカさんも同様、直で挿してもマイクとしては機能しませんね。この子を挿した上でないと、この1ピンや2ピンはですね、マイクとして認識されないと。恥ずかしいですね。やるね、おっさん。音に関する旅はこれからも続くということで、オーディオテクニカさんのステレオマイクロフォン、こちらも今後使ってみたいなと思います。ジョシンさんはですね、後からこういったものを送ってきていただきました。ポイントカードみたいなのが入ってるんですね。ネット通販でこういうのいるかな。おじさんわかんない。うちのサマオクなんか財布の中もうすんごいよ、もうパンパン。いるねえ。